ースの正しい打ち方を覚えればアウトコースもしっかり打てるようになりますよということなんですけど、これをね、皆さんこんにちは、大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回ですね、最も長打になりやすくてけど詰まらされやすいインコースの打ち方を学ぶことで他のコースもしっかり打てるようになるという方法をね、今回お伝えしていきたいと思います。それではやっていきましょう。それではですね、インコースの打ち方をしっかり学ぶことで他のコースも打てるようになるということなんですけど、皆さんは、まあ、インコース来たら多分ね、こういうふうに開くというか、来たと思ってこうやって打ってドーンって打った経験あると思うんですけど、そうではなくて逆に体の中に入れてインコースを打つということで、体の中に入れれるということはアウトコースのバットが出しやすくなるという、ね、ことにつながって、インコースの正しい打ち方を覚えればアウトコースもしっかり打てるようになりますよということなんですけど、それではですね、インコースの正しい打ち方ということなんですけど、インコースは基本的に体の中に入れたいということなんですよね。で、体の中に入れるってどういうことなのっていうことなんですけど、インコースって体に近いところにボールが来るので、普通で考えればこういうふうにね、腰がこう開き気味になってバットをこういうふうに持ってきて打って飛ばすみたいなイメージは皆さんあると思うんですけど、そうじゃなくて体の中に入れるっていうのは、要はボールに入っていくことをしっかりやってインコースに近づくような意識を持つってことです。踏み込むことによって体の近くに持ってきてヘッドを抜く、バットを抜くことで芯をしっかり、ね、持ってこれる。プラス後ろの足です。大事なのはこの後ろの足を下げる、まあ、スウェーさせるっていう表現ですかね。スウェーさせることでこの前の足のブレーキをもう一段階強くかけれるということですね。それによってインコースを遠くに飛ばしていくという方法ですね。インコースに来るボールを体の腰を開いて打ってしまうとバットが外側から出てくるのでファールになりやすい、だから切れやすい打球になってしまう。で、こういう打ち方をしてしまうと優れたバッテリーであると体開かしているから最後はアウトコースで終わらそうとなっていくので、その残像が残っているうちにアウトコースに入れられてしまって三振してしまったりということがね、あると思うんですよね。そうではなくてインコースの正しい打ち方は体の中に入れることでインコースをしっかり飛ばしていくということですね。で、これができるようになるとそれこそ踏み込んで壁作ってるわけで、アウトコースのスライダーだったりアウトコースのストレートは自然とも体がそっちの方向に入っているので目でも追っていけるし、バットも簡単に届くようになります。インコースを中で打てるようになるとアウトコースは自然とそのまま吐き出して打てるようになる。だから打率が上がる、で長打率も上がるっていうことですね。これができるようになるとプロ野球選手に近いバッティングができるようになると思うので、ね、皆さんね、この正しい打ち方を学んでいってほしいと思います。それではですね、練習法を紹介していきたいと思うんですけど、まずですね、まあ、悪い例としてインコースに来た時の対応ですね。来た時にこういう感じですね。こういう感じ。まあインコースなんでボールが近くに来るんで距離取りたいんで後ろにまず下がりやすいって、腰が開きやすくてバットがこういうふうにね、力が伝わらない状態。まあ、近いとこ来た。こうやってね打つ人結構いると思うんですけど、これをするんではなくて逆に入っていくんですね。で、いい例はこの状態にしたら逆に入っていってこういうふうに打つ感じですね。ボールに入っていくことで手の部分ですね、手の部分をしっかり抜いて内側に持ってこれるようにするということですね。この時に腰が抜けないようにブレーキをかけるために後ろ足を引くことでもう一段階ブレーキをかけれるようになるというところですね。踏み込んでこういう感じですね。まずバットを振らなかったらどうなるかというと、この状態で普通はバットを振らない状態、こういう感じですね。ここに空間を空けてここで打とうとすることが大体みんなやることなんですけど、これをしてしまうことによってアウトコースが手が出なくなったりとか遠くなってしまう原因になるので、じゃなくてバットを振らなかったとしたら逆に入っていく、逆に入っていくことでバットをしっかり抜けるんで、こういうふうに抜けるようになるのでちゃんとヘッドを前に出てこれるし遠くに飛ぶと
ということですね。これを皆さん理解してほしいということですね。まあ言うたら上級者向けの打ち方なんでしょうけど、これみんなね、これは上級者がやることだからと思って、そのままにしなくて、逆にチャレンジして、自分のものにしようというふうに練習していけば、必ずね、いい方向につながると思うのでね、皆さん練習してみてください。はい、最後にですね、踏み込む意識を持って、ランダムにインコース、アウトコースって投げてもらいます。で、僕自身がやることは、しっかりボールの中に入っていって、踏み込みに行って、ブレーキをかけることで対応していくということですね。やることは同じです。アウトコースでそのまま打つだけなんで。で、それでやっていきたいと思います。インコースですね。これ一つ。これアウトコースそのまま吐き出すだけ。インコース。このままですね。インコース。コースこのまま入っていく、まあこんな感じですね。しっかりボールに対して入っていくプラス、この右足軸足側の足を後ろに引くことによって前にしっかり乗ることができて、ブレーキがさらに強く強化されることですね。で、ここが強化されるということは上半身の動きがすごく動くようになりますね。で、これを使ってバットをしっかり抜いていく、ヘッドを抜いてきて芯をしっかりボールに対して持ってくる。これはインコースの正しい打ち方で、これができているということは、そのままアウトコースに振ればバットをそのまま吐き出せるように出すだけで、アウトコースはしっかり対応できるということですね。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。それでは失礼します。